どうも、小池です。どうも、トヨです、はい、やっぱりベックマンいいですよね。ベックマンいいですよねから始まるのってなかなかなくない、はい、シャンクスいいよね、わかるけど。いやいや、シャンクスを支えてるのは誰ですかっていう話なんですよ。ラッキールー、まあ、ラッキーも支えてると思う。ラッキーっていうのは、そうやくんだけだと思う。またハウリングも結構支えてくれてると思う、ね、はい、うん、でも、ちゃうんよ。何？ベックなんよ。ベン・ベックマンのおかげでこの赤髪海賊団が今あると言っても過言じゃないぐらい、まあ頭いいもんね。そう、まあ実際作中の中でも IQ が一番賢い言われたこともありますから。まあイーストブルーの時にはね、はい、まあ相当賢なわけなんですけど、ナンバー2がね、やっぱねこれから先重要になってくるのは間違いないやろうと。うん、確かに。実際麦わらの一員も和の国では両翼ということがすごい盛り上がりましたし、2人おるやん。あれも実はナンバー22人みたいなもんやから。え、そんなありやったらそのベックマンとラッキール並べたらええやん。いや、じゃあそれも両よくかもしらん。適当に。でもこれからの物語というのは、うん、船長が注目されるのは当然、うん、当たり前。いかにナンバー2が強いかどうかで物語の質が変わってくるんですよ。クラマみたいなこと言うな。そう、ナルトにおけるシカマル、うん、誘惑における予備クラマ、ムクロ、ヒエ、ライゼン、ユウスケの関係性のように、このたくさんの例え、ほんまに書いてあるよ、ほんまに全部書いてる。スラムダンク、ゴリ、小暮、うん、新教会、大木、東というわけで、トップの人間が優れているだけじゃやっぱダメなんですよ。ナンバー2がいてこそトップというのは輝けるようになっていけるわけなんですよね。確かに。小ヤッキーちゃんでも東亜君はありきでここまで来れたからな。まあでも小ヤッキーさんがおらんかった時ね、小ヤッキーおらんとよくないなっていうコメントめっちゃいいねついてましたけどそういうわけでですね、今日はナンバー2に注目した企画をやろうと思います。はい、ナンバー2注目するべきやつらまとめというわけでですね、まあ、いろんなナンバー2がワンピースの中には出てきているんですが、全員が全員にあの副船長という肩書きを持ってるわけではないっていうことはね、オダッチも言うてるんよ。そう、だって麦わらの一味の副船長おらへんからな。そうそう、なんで僕が勝手にピックアップしたナンバー2ですっていうことを過去この絵を出した時にも言うてるんですよね。ああ、そうそう、これね、あのカラーイラスト出ましたけど、そう一応ゾロがナンバー2的な立場なんだよね。いや、そうなんよ。とりあえずこいつらをまず紹介していこうと思うわけなんですけども、まず一人目は何と言ってもゾロ。ゾロな。懸賞金はワノ国終了後は発表されてないんで、うん、いくらか分かんないんですけど、まあ、上がってるやけどな。現時点では3億2000万ベリー、うん、僕の予想では10億2000万ベリーか11億1111万ベリーのどっちかやと思いますね。あ、ゾロ目になってるの。はい、なるほど。ゾロだけに、うんうん、で、まあ、ウルージ曰く船長に従うような男には見えないと言われると。言われた、ね、だから相当我が強いから覇王色が覚醒したのも当然のことやなと、うんうん、なるほど。でウソップが、まあ、例えば一味を抜けた時だとかちょくちょくあるごとにこの副船長としてみたいな、そう、ロビンの加入とかもなかなか認めへんかったりだとか、ちゃんとしてるよな。そう、うん、ルフィが抜けてるところをちゃんとフォローしているんですよね、うんうんうん、で、まあ、実際ルフィがシーザーにやられた時もこのルフィを怒ると。なんでなかなかね、そのやっぱ世界一の剣豪を自分が目指しているということもあって、己にも他人にも厳しいっていうところがある、うん、まあいいやつですね。いや、マジかっこいい。そう、一、うん、人目がゾロやったわけです。はいはい、はい、じゃ続きまして、うん、みんな大好きベック。もうベックって呼ぶのね。うん、うん、こちらさんも公式もベックやったし、うんうんうん、まあ、新聞でベックって言ってたから、まあ、多分忘れてると思うね、多くの視聴者は。ベックの名字がベンであること。ああ、ベン・ベックマンやからね。そう、だってベンやったらもう多分ジョンソンしかみんな出てこーへんから。そんなぐらい知ってめっちゃ古いしなそう、はい、もっとおるとベンはザブロックとかあの一瞬考えてもらったけど人の名前ちゃうよな。そうやなザブロックっていうキャラおったから思ってるというわけで皆さんご存知シャンクスの右腕で、まあ、シャンクスの懸賞金が40億超えてることからアベレージがめちゃくちゃ高い海賊団言われてるんで、うん、まあ、20億ぐらいは懸賞金あるんじゃないのかなって言われてるんですが、うん、不明。いや、ありそうやろ。もしかしたらこの40億巻とかに一気に書かれてる可能性とかもあるんで。ああ、そのフィルムレッドの特典な。そう、うん、それもちょっと楽しみではありますね、うん、楽しみで、まあ、多分、まあ、能力は何も食ってへんのちゃうかなっていう非能力者そうな感じはしますね、うんうん、でも銃ってあのゼファー先生曰く新世界では特に意味がないらしいんやけども。そうな。それでもあのキザルとか対しても、うん、何もするなキザルって言って、うん、ロギアに対して何もさせへんかったことから、うんうん、多分銃の使い手として
相当レベルが高いはず。自由って言ったらさ、ヤソップもいるわけやん、このチームに。そうなんよ。どっちがすごいんか分からへんけど、あれクラスになったら覇王色やその武装色をまとえるんかな、たまに。まとってると思う。そしたらゼファー先生の言う別に全く役に立たないわけじゃなさそうやけどな。うん、だから、まあ、それぐらいの使い手であることは間違いないかなと。で、まあ、実際雑魚相手には銃すら使わずに、うん、あの投資できないフェーンって倒せるような。そう、銃使わずに銃振り回して倒せたからね。うん、そいつは脅しの道具じゃねえって言ってんのに自分は殴る道具として使ってるからちょっとね、お茶目なところもあるなっていうところを思いなんです。言ってたらシャンクスやからそれね。まあね、うん、続いてナンバー2サボ、今話題ですね。そう、まあこれは革命軍の参謀やからね、はい、ナンバー2ってはっきり出てるから。そう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 、炎帝言われてるわけで、もしかしたらねもうドラゴンを抜いてしまうぐらいじゃないのかって言われてますけども、うん、人気をなんかしのいでるんでしょ今。そう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 、懸賞金も6億200万ベリーって出てるんですが、多分今回の騒動でまた上がるんちゃうんかなと。で、まあルフィエースと義兄弟で、まあ、その関係性 もう世界には知れ渡ってるんですよ。ね、実家はゴア王国の貴族ということで、ステリーが今後どういう反応になっていくのか。ほんまお兄様って言ってた、ね、そうそう、まあ、ちょっと楽しみなところですね。ドラゴンをルフィの父と知った上で、まず革命軍のナンバー2を支えているんですが、はい、多分革命軍とは連絡を取っていないような。そう、ちょっと単独行動っぽいもないもんな。そうで、まあメラメラの妙をね、まあ、引き継ぎまして、うん、まあ、エースの意思を受け継いで戦っているんですが、コブラを暗殺したんじゃないのかってことが今週言われまして、うん、であんだけ強いね緑竜とか戦ってで、まあ、ほぼ無傷でおることから能力の相性が良かったってのもあるんでしょうけど、相当強いでしょうね。ドレスローザで見た僕たちのサボっていうのはまだメラメラの実を使う前ですから、あれからかなりパワーアップしたんじゃないのかってことが、まあ、思われますね。そう、竜の鍵詰め系の技まだあるんやろな、たくさんあると思う。エースだけのメラメラの能力では多分世界取られへんと思うよな、うん、ジョイ互換のマグマグもあるから。そうそうそう、どういう戦いをするのかもっと見たいですね。そりゃもうファイヤードラゴンの鍵詰めよ。ファイヤードラゴンの鍵詰め、うん、どういうこと。もう火をまとってる絵だけ、うん、ボロブレス強かったボロブレスの勢いすごい。竜が吐く火っすよ。いけ、そんないけます。いけるいける。あんまちょっと強さがまだ炎帝螺旋丸とか。螺旋丸、そう、こうでかい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 巨大螺旋丸みたいなやつをこう、こう鍵詰めの上でこうやって。鍵詰めである人あんのもはやこれ、え、飛ばせんねこうやって。え、飛ばせるようになった。え、でも飛ばせれたよエースを。螺旋丸を飛ばしとったらうん、みんな飛ばせるの知らんまあいっか、はい、はい、じゃあ続きましてマルコ、俺の一押しキャラ、最強キャラランキングの番外編にも入れたんやけど、賛成多数、実質4個のナンバー2の中でも最強な男なわけなんですけど、懸賞金13億7400万ベリーで、まあ、戦意を兼ねつつ一番隊の隊長も兼ねていたと。で、まあ、鳥取の実幻獣種モデルフェニックスということで最強の防御野郎なんですよね。なるほど。そう、まあ、キングクイーン大将の攻撃すら防げまくると。でも、まあ、ただね、黒ひげに、まあ、リベンジを挑むも、まあ、落とし前戦争として敗れるんで、回復要因だとか防御力では、まあ、まあ多分ワンピース界でもトップなんですけど、うんうんうん、攻撃力の観点でやっぱり白ひげクラスの強いやつと組んだ方がより能力を発揮できるキャラなんで、うん、なるほどな。今後、まあ、もしルフィとかと一緒に行動するとか戦うことがあった時は、ルフィの弱点ってやっぱり覇気を使いすぎてしんどいなーっていう瞬間あるじゃないですか。ガス欠になるね。そう、それを補ってくれる存在がマルコである可能性もあるんちゃうかなとか。すごいいいこと言ってる今日。ナンバー2としてのナンバー1な感じは確かにする。いや、そうなんよ。そう、なんかゾロとかは1回の船長にも慣れちゃう気がする。そうでもなんかマルコって違うよな。そう、だからカリスマ性もあるし統率力もあるんやろうけど、実はトップを立てる方が向いている。 あとはね、ゾロが自分の先輩やったらしんどいとこある。ちょっとそうやね。そう、だからナンバー2以下を育てるって意味ではマルコはすごいいい先輩な気がする。いや、宴会芸のパイナップルのモノマネとかも結構面白いですし、ね、ごめんごめん、いつ出たその描写こそ、いつ出てましたっけそれ。魚人であることを気にして白ひげ海賊団に入るかどうか迷っていたナミュールを入団を決めた渾身のギャグやけど、え、こそ、それ何巻のどこら辺でしたっけ。えっ、白ひげ海賊団の映画エピソード白ひげ海賊団エピソード白ひげ海賊団、うん、いつやってますその映画。2024年夏あれ今2022年なんですよ。あ、失礼、未来から来たの。ばじゃあ続きましてキング、はいはい、懸賞金13億9000万ベリー、はい、百獣海賊団のナンバー2で、うん、なんか知らんけどルナリア族っていうよくわからん種族やね、うんうん、これ昔神と呼ばれとった種族らしくて、うん、ニカとかと関係してんのかとか。なんやねんこいつみたいな。竜竜の実古代種モデルプテラノドンという、まあ、かなりレアな実も食っていまして、これもうファイヤープテラノドンになれるんよ。みんなファイヤーやみんなファイヤーや。ナンバー2の特徴なんかもしれへん。じゃあもう火出しすぎだって。再生の炎やろ。いや、そう、炎帝の炎やろ。炎帝の炎、ルナリア族の炎やろ。そう、焼きおにぎり
めっちゃ焼くやんけ。ほんますぐなんか上にチーズ振りかけてバーナー振る、ミョンと一緒。いやまさしくそれぐらい炎っていうのがナンバー2における条件なんですよね。やっぱり自然界のあらゆる環境で生きていけるっていうタフネスも持ってると。タフネスで背中の炎が燃えてる間は攻撃が通らないほどの防御力と、ゲームのキャラみたいな特徴なんですけど、確かに多分ビッグマムと同じぐらいの防御力あると思うんですよね。いや相当よね。そうだから防御だけで言うと多分4高級、で褐色の肌に、白い髪黒い翼という特徴があるんですが、黒い翼というのが、ちょっと映画8月6日から公開されるレッドで、ウタちゃんがですね黒い翼を持っていたことからルナーリア族との関係が疑われてるんですよ。だからシャンクスの嫁はルナーリア族かもしれないんですよね。キングはですねあと拷問好きという変態な面も持っておりますんで、今後その特徴がどうやって生かされるかっていうのも注目したいところ。あんま関係ないくないですかそれ。拷問受けてたんじゃないのっていうパンクハザード編でプレイ的なことじゃないと思うんですよね。あ、そう、出てくるかもしれないんで、キングの拷問記みたいな扉絵シリーズ。どういう伏線につながってくるんですかそれ。サディちゃんとの運命的な出会いみたいな。やだよ俺すごい好きなのキングアルベルさんを。俺もサディちゃんにもっと強くだ。そうロウソクプレイとかも耐えれそうやん。自分も火出してやっぱどんな環境下でも生きていけるから。ぬるいぬるすぎる。何これ。はい、続きまして片栗。片栗もですね焼き餅言わして。すごいやん。火が使えるわけなんですけど、懸賞金10億5700万ベリーで、ビッグマム海賊ならナンバー2なわけなんですが、見聞色の鬼なんですよね。未来の、結構見えるみたいな、数秒先の未来が見えるから、1秒か2秒の未来が見えただけで、生きがっていたコードギアスのナイト・オブ・ワン、あれ思うとかなり未来が見えるんで、めっちゃディスるやん。すごいことやんか。実質コードギアスの世界やったら、スダクぐらい強いんやろうなっていう。おお。そうそう。で、もちもちの実はある意味ゴムゴムの実の上位互換やっていうことも言うとったから。そうやな。あと、ビッグマムが倒れた後、次期船長になるのはこいつなんちゃうんだと。そうだよね。白ひげ、ビッグマムは海賊団自体がほぼなくなってる感じじゃないですか。見る感じではね。でもここのところはあるもんな。そう片栗という、まだだってペロスペローはワンコロに負けてもうたわけで、やられちゃったからね。そう、で片栗は五光に負けたんやったらしゃあなくねみたいな、四光なってもうたしみたいな、それこいつにやったら負けてもええでみたいな。そうそうやな。そうそうそう、ルフィとまた共闘する展開とか。なるほど。ビッグマム海賊団もやっぱプリンちゃんとかもサンジの手助けしてくれると思うから。どうなると思う。そのさ、ちょっと話それでも悪いんやけどさ、ビッグマムの下ってさ実質誰かよう分からへんけど、最強なのは片栗なだけで、ナンバー2ってちょっとなんか分かりづらかったやんか。分かりづらかった。それペロスペロが一番上やから、実質そうなるんやけど、ペロスペロって自分の海賊団作ったろうかみたいな。そうやね。言うとったから、そいつがいなくなった今、片栗のものやん、多分。多分ね。実質ね。そう思ったら、ルフィのところに大船団に入ったらすごいなと思って。それはすごいね。すごいよね。大船団界のナンバー2としてすごくないそれ。確かにな。意外になんかミンク族とは遺恨あると思うけど、麦わらの一味と遺恨があるかどうかと言われたらちょっと怪しいところがあるんで、ただ太陽の海賊団がもしかしたらオーブンにより何人か熱されて死んでもたかもしれないから、それだけがちょっと揉める争点になるかなっていうところが気になりますね。いいじゃん掘り返さんで熱されて死ぬみたいな。いやいやいや、熱されて結構大変よ魚にとって。もうそういう死活問題ですね。そうね、暑さはね。まあ、でレッドにも出てくることは確約されてるんでね。なるほど。どういう活躍したんやろうっていうのもちょっと気になるところですね、はい、で続いてレイリー。言うまでもないね、海賊王のところのナンバー2やったね、無能力で大将とやり合いますし、永遠に泳ぎまくってますし、海洋類とも海中の中で勝ちますし、化け物ですね。いや化け物すごいよね。で、ルスカイナ島全域に及ぶ見聞色も使えまして、エネルかなみたいな。で、キザルの能力を止める武装色で、2年前のルフィが勝てないゾウ覇王色の覇気だけで倒す。怖い怖いね。そこが見えない、でかつ冥王って言われてると、なんでこのレイリーだけは世界の全てを知ってるということもあって、本編にがっつり関わってくることはないと思うんですよ、そのバトルとかではね。ただワンピースとか見つけた時に、ようやく見つけたかルフィ君、これでロジャーも報われるみたいな、そういうなんか感じのことは言いそうやなみたいな。確かに。なんであんまり来ないんだろうね、関心ないんかな今。いやー、やっぱ見届けたいんじゃないですか。レイリーもなんかワノ国ワンチャン覗きに来そうや、なんか問題なさそうだなみたいな。だからシャボンディショットの出向と聞きたいやん、ちゃんと。なんか心配になって近海レイリーあいつ泳いでくるからな。泳ぎたくて泳いできたわけじゃないんですよ、ニョガシマの時も。でも多分また泳いでくるよ。
多分途中で受任者とかも合ってるよ。多分レイリー塗像これできるよ。ピッシャー大会みたいな。そうそうそう、いけそういけそう。というわけで続いてはキラ。まあ今やね、四皇のルフィと並ぶ懸賞金のキットのところのナンバー2、うん、バチルホーキンス戦で本当に株上げたよね。いやそうなんよ、うん、ホーキンスの株は下がりまくったわけなんですけども、ね、懸賞金2億ベリーだったんですが、うん、まずワノ国が終わったんで確実に上がるやろうなと、うん、ここも10億ぐらいにはなってもいいんちゃうんかなと、うん、だってカイドウにダメージも与えれてましたし、うん、なんだかんだあのパニッシャーがあったおかげで、うん、カイドウを倒せたっていうところあると思うんで、はいはい、そう思うと、うん、もっと評価されてもいいんじゃないのかなと。そうね、今までどんな戦い方するのかいまいち多くはなかったですね。タマーソニックとかにもカイドウ戦ったし。いやそうなんよね、うん、ただスタンピードとかの時はその海に溺れたキッドを助け取ったのはキラーやったりしたんですけど、うん、本人も今回からスマイルの能力者になってしまって、ハズレスマイルだから能力は発現してへんし、ハズレスマイル、そうだからここがちょっとその直せるのか直せないのかとか、うん、その辺はちょっと気になるところですね。そうか、もう7日も立ってるからワンチャンチョッパーとかなんとかしてくれてるかもしれないな。そう、チョッパー、マルコ、ローっていう最強医者軍団もおるから、あと宮城とか行列のできる相談所みたいな。あ、そう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 、言い方されてる。それぐらい強い奴らがおるから、うん、今やったらいけると思うね。なるほど。逆に今行かれへんかったら無理やと思うね。なるほどなるほど、うん、なんだけど名医集めるの大変やからね。そう、うん、ということで、まあ、このキラーはドラムが趣味ということもあるんで、うん、まあ、もしかしたらレッドではドラム叩いてるかもしれない。ええそういう意味でも、まあ、ちょっと活躍が期待。え、多分これ赤髪海賊団との交渉の時はハウリングガブにハウリングさせられてもうて、うん、アウーってなってやられたんやつ。ちょっとフランキー入ってますけど今。多分ドラム叩き出したらそういう感じなんよ。あ、そうなん、うん、そうなんや。で、続いて紫竜、黒ひげ海賊団の2番線船長。そうなんだよ、意外なんだよね、新入りが2番線なんだよね。そうなんよ。で、しかもナンバー2と、古くからいるバンオーガとかどういう気持ちで紫竜のこと見てるんやろうなと思うんやけど。いる人たちは黒ひげのことが結構慕ってると思うんだよね、うん、だから納得できる船長を選んだんだと思うけど、うん、その同時に加入した奴らはなんで紫竜がアイドルグループと一緒、なんであいつがセンターなんだみたいな、あ、なってへんかなと思って。サンファンウルフとかはどうでもよさそうやけどね。うん、どっちでもいい気はするけど、なんかね、うん、インペルダウンの監視長でもありまして、で、まあ、さらに黒ひげに気に入られてるからか、うん、スケスケの実というかなり厄介な実を、うん、まあ、手に入れたことから、うん、大体サンジと戦うんやろうなとか、うんうん、そういうことも言われてますね。はいはいはい。で、異名が雨の資料言われてまして、うんうん、なんで雨なんやろうっていうのはずっと言われてるんですよね、うんうん、で、まあ、刀は雷雨というものを持ってまして、これもまた雨に関係するものなんで、血の雨を降らしたからなのかとか、抜刀斎ですよ。いやいや、そうなんですよ、うん、その辺が、まあ、非常に気になるところやなっていう感じはありますね、うんうん、なるほどね。はい、じゃ続いて、うん、ローのところなんですけども、うん、ルフィ、キッド、ローと今30億のところのナンバー2なんですが、うん、はいはい、ベポ最弱ちゃう、懸賞金500ベリー。多分今回のこのワノ国の騒動を経てベポも懸賞金上がると思います。上がる、いくらに？1000。え？1000ベリー。1000ベリー。2倍アップ。あ、そう。うん。まあ、それもチョッパーではね、上ですけどね。まあね。うん。だからミンク界最強ではないね、セドロとかやったし。そうですね、うん、はい、なんでナンバー2なんやろな。そこはもうなんかギャグ的要素もあるんじゃないですか。ペンシャチとかの強さもちょっと分かんないじゃないですか。でもペンシャチってベポのこといじめとったらしいで。まあそれもね書かれてましたけど、なんかローってルーキーの中だったら一強感すごくない？船長のワンマンチーム感がすごい和気あいあいとしてるのは麦わらの一味並みな感じすんねんけど、船長のワンマンチームすぎちゃう気がするんだよ。俺もそう思う。で、あのなんかさ、なんか見た限りソーラータンク号そんな大きないやん。そうやね。そう、だからそんな多分入れへんと思うし。そうそう、だから結構荷が重そう、荷が重そうな気がするよ、うん、少なくともベポペンシャチぐらいはちょっとパワーアップしてほしいなっていう、うん、そうね、とてもなんか10億ベリーとかに行く未来はあんま見えへんからさ、うんうん、どうやって戦うかもよく分かんしね、うん、分かってる。ルフィ拾ったっていう大功績はありますけど、うん、我が国においても、うん、大功績や、あんまり何やったか分からへん、うん、とにかく潜水艦でウロウロして、なんでウロウロしてたかも分からんしな。でも鬼ヶ島がほら空行っちゃったからだよ。いや空行ったかって別にウロウロしてていいわけじゃないやろ。とりあえず本土戻ろうかみたいなことだったでしょ。続いて王子、バギー海賊団の2番手。あれさっきあのパライラストだけでやってなかった？こっからは一応注目するべきやつらを並べといたらあかんなと思ったんで。注目するべきが王子、はい、バギー海賊団の2番手やから、はい、ライオンのリッチーも買っています。え、ちょっと待って、覚えてるみんなもこの話。俺もうバギーズデリバリーとして見ちゃってるから、おうおう、だったらアルビダとかいるやんと思っちゃう。いやいや、あいつあったら加入してるから認められません。そう、ダメなんだ。はい、多分進化してると思うね。文字？文字。どう進化されてるんですか？最強のミンク族とかを手下に迎えてる可能性がある。おお、うん、
なるほど。で多分リッチーとかも大リッチーとかメガリッチーとかになってると思う。あ、まあ、リッチーな、俺昔あのなんか12年ぐらい前にした考察あってさ、リッチーって夢の中で海賊王みたいになってた。なってたんですよ、扉みたいなやつで、うん、だからあいつ意外とその動物から王になるっちゃうからみたいに言ってる時期があったわ。そういうことよ。だから多分ストロングワールドが出てきた動物とかも文字全部持ってる。すごいや、その海王類を束ねるシラフシみたいな。あ、そうそう、だから動物版ポセイドン。それぐらいじゃないともう信用できひん、ナンバー2として。文字の力ちゃうやん。続きましてトレーボル、はい、ドン・キホーテ海賊団最高幹部なわけなんですけども、こいつのせいで、まあ、ドフラミンゴは悪者になってもうたみたいなところがあるんで。なるほどね。であと、まあ、イトイトの実をそのどっかからしら持ってきたみたいなコネクションもあるんで、ドフラミンゴが再登場したタイミングでまた一緒に悪さする可能性もあるかもねぐらいのノリで。よくそのイトイトを与えたよね。でそうなんよね。えそう、悪を育てる才能っていうのがあるんで、もしかしたら映画の設定とかでトレーボルに育てられたみたいなやつがまた出てくるかもしれん。ドフラミンゴを勧誘する前に。そう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 。なるほどね。じゃあ続いてダズ・ボーネス。お、ミスターワン、はい、クロコダイルの相方やったわけなんですけども、うんうんうん、クロコダイルが新世界行こうか言うたのはもうはるか昔の話なんですけども。なるほどね。その時に唯一ついてきてくれたのがボーネスなんよね、うんうんうん、まあ、なんで、まあ、ミスターワンはまた出てくるんじゃないのかなということがまあ言われておりますね。なるほど。これミスオールサンデーじゃなくてミスターワンを持ってきたのがポイントですね。そうですね、はい。というわけでね、まあ以上13キャラやったわけなんですけども、まあもうもっとね、ナンバー2いるでしょうけど、そう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 、いい絞り方してるよ。いやー、そうなんですよ。まあこの辺がね、また関わってくるんじゃないのかなというところは思いますね。なるほど、関わってきそう。まああとは、うん、ロックス海賊団のナンバー2が誰やったのかとか。あー、そうや、気になるね。その辺は物語の中でまだまだ大きく関わってくる可能性があるんじゃないのかなと思いますね。はい、はい。まあそういうわけで本日の会話いかがだったでしょうか。楽しかったです。そんなわけでですね、8月1日までですね、実は東野秘書を募集しておりましてですね。あ、つまり東野くんにとってのナンバー2を募集。まさしく、はい、よろしくお願いします。あの、やっぱ炎に関係する能力者がいいんでしょうか。まあやっぱりですね、はい、タバコ吸わん方がいいけど。あ、でもあの料理人かもしれないから。あ、火を扱うという、まあ、料理人はもうおるんやけどな。あ、そう、別に料理はそんなに求めてはない。なるほど、はい、東野くんの個人秘書を募集しているということなので、お願いします。ぜひね、詳しくは概要欄を見てください、はい、おっしゃっす。今日の動画が面白かった人はぜひね、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの思うナンバー2の好きなキャラもコメントに書いてくださいね。それではバイバイ。したか